ウィルレム・テン・ライネ・ウィルレム・テン・ライネは、オランダの医師、植物学者、薬学者である。1674年、将軍、徳川・家綱の病気治療のため日本に招かれ、2年間退日した。ヨーロッパに、日本の植物や神経について紹介した。デイフェンテルに生まれた。ライデン大学で医学を、フランシスクス・シルビーウスに学び、博士号を取得した。エドが、将軍、 イエツナの病気治療に名医の派遣を求め、オランダ東インド会社に雇われた。オランダのテスセル島を1663年6月に出発し、ケープ植民地で2週間滞在し、植物研究などを行った。この研究結果とコイコイ人に関して1686年に発表した。1674年夏に来日し、2年間滞在した。 日本側の評価を得られなかったが、元木翔太夫のオランダ系ラクス人脈増付遣いの翻訳を援助した。日本を離れた後は主にオランダ領インドネシアで働いた。1683年に針術についてヨーロッパに紹介し、アキアプンクチャーという訳語を考案した。ハンセン病に関する研究も高く評価された。ビレムテンデーネともあり、薬の歴史。 岡崎博志蔵講談社、ありがとうございます。